先月4日コラボ滋賀21の大会議室で再生可能エネルギー県民シンポジウムが開催されました。このシンポジウムは太陽光や小水力などの再生可能エネルギーを地域や市民が主体となって利用を促進させようというものです。シンポジウムでは先進事例が多いドイツでの取り組みについて今年8月に実際に現地を視察した加田知事が写真などを交えながら説明しました。その後ドイツ在住の環境ジャーナリスト村上敦史さんが講演を行い地域主導によるエネルギーシフトが地域経済を強くすると訴えました。この日は定員を大幅に上回るおよそ180名の参加者がありエネルギーシフトへの関心の高さがうかがえます。再生可能エネルギーって何？エネルギーシフトって私たちの生活にどう関係があるの？経済週刊プラスワン、今週は地域主導によるエネルギーシフトと題して滋賀県で進められている再生可能エネルギーの振興について考えます。県政週刊プラスワンです。さあ今年の冬は一段と寒さが厳しいような感じがしますよね、はい、そうですよね。何か暖房器具使ってますか？寒くてねストーブや絨毯こたつ欠かせないですね、まあ、そういったあの暖房器具に欠かせないのが灯油や、まあ、電気なんですけれども、このエネルギーは何からできているか、石油や石炭ですよね、そうですよね。でそれら化石燃料に、まあ、頼っていますと、まあ、地球温暖化が進んでしまいますしそれから資源が枯渇することも心配ですよね、はい、また電気といえば原子力もあります、はい、そうなんです、まあ、東日本大震災や原子力発電所の事故がありましたけれども、まあ、これまでのような大規模集中型のエネルギー供給のみに頼っていますと、まあ、いざ何か災害が起きたとき不安ですよね、そうですね、うん、私たちの暮らしや産業活動にもエネルギーは欠かせませんもんね、はい、そこで改めて今注目されているのが、まあ、再生可能エネルギーということなんですね。それではゲストにお話を伺いします。滋賀県地域エネルギー振興室の副主幹中島陽一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今日のテーマのエネルギーシフトということなんですけども、これはどういったことでしょうか？はい、例えばエネルギーのうち、まあ、電気で申し上げますと、原子力発電、や化石燃料を使用した、まあ、火力発電を、まあ、中心とした社会からできるだけ、再生可能エネルギーを、まあ、組み合わせた社会へ、移行させようというものです、うん、そのエネルギーシフトを、まあ、滋賀県でも、まあ、進めようとされているということなんですけれども、そうですね、では再生可能エネルギー、これはどういったエネルギーのことを言うんでしょうか？はい、まあ、一般的にはですね、一度利用しても、資源が枯渇せずに、まあ、繰り返し使えるような、うん、そんなエネルギーのことを言います、うん、まあ、例えば太陽の光や熱、風、川を流れる水、森林資源といった、自然の力で作るエネルギーのことを指します、うん、発電するときに地球温暖化の原因となります二酸化炭素をほとんど排出しない、まあ、クリーンなエネルギーということになります、うん、まあ、確かに自然界ではそういった、ね、エネルギー資源はもう豊富にあるわけですよね。で最近ではあの屋根にソーラーパネルをつけているお宅も増えてきましたし、それからメガソーラーといってね、あの非常にまあ大きな工場や空き地にね設置するソーラーパネル、これも見かけるようになりましたよね。はい、まあ、もともと滋賀県では、住宅用の太陽光発電は全国の中でも、高い水準で、まあ、普及が進んできました、はい、で最近ではメガソーラーといいまして、出力が1000キロワット、まあ、概ね、一般家庭に載っている太陽光パネルが、まあ、大体平均で4キロワットですので、うん、まあ、約250軒分の、まあ、規模のあるぐらいの大規模な太陽光発電施設がですね、うん、まあ、現在、まあ、県内で 16箇所稼働しておりますが、うん、工事計画中のものを含めると23箇所にまで広がっております。どんどん増えているわけですね。そうですね、うん、あと右側になりますが、はい、市民共同発電所といいまして、まあ、市民の方々が共同でお金を出し合って、うん、例えば幼稚園とか福祉施設の屋根に太陽光パネルを設置しようという動きが、まあ、最近多く見られるようになってきています。はい、その市民共同発電所ですが、はい、湖南市の取り組みを見てみましょう。
湖南市民共同発電所プロジェクト。今年の2月、発電所の初号機が西峰町にある障害者支援施設バンバンの屋根に設置されました。自然で、こう安全安心なですね、エネルギーを、作り出すというふうな、大きな目的ですね。それと付随して売電益ですね、電気を売ったお金で、地域商品券を発行してですね、地域の特産品でありますとか、ここのこういう福祉作業所の産品でありますとかね、そういうやつと交換をしていく、つまりこう経済の地域循環ということも狙っているわけですから、そういう意味では非常にこう大きな意味があるものかなということを思っています。この発電所では1ヶ月間でおよそ2400キロワットアワーを発電するなど順調に稼働しています。地域経済への効果がある一方で住民意識の変化もあるようです。これはもう別に市民共同発電所だけじゃなくしてですね、自然エネルギーを利用した太陽光発電なんかも特にそうなんですけど、やっぱり自分のところでパネルを上げればですね、屋根でお米を作っていると同じ理屈ですので、大事にご飯を食べるのと一緒に同じように自分たちが作った電気を大事に使う、つまり省エネにつながるということはもうどこの家庭も言われてますですね。また地元民間企業も市民共同発電所プロジェクトに参加しています。運送会社の厚生陸運株式会社、中央物流センターの屋根を貸し出し2号機が設置されました。仕事の中でですね、照明器具の組み立てといったことがですね、ずっとベースにありましてから十数年前から取り組みしてて、そういったノウハウがありましたので、市が進めようとしていること、湖南市民共同発電所、やはり会社としても地域貢献ということに対してですね、積極的に取り組みしようと。でそれが市民共同発電の発電所の2号機ということにつながったわけでですね。この厚生陸運では市民共同発電以外にも再生可能エネルギーに関して様々な取り組みが行われています。会社としましては、今後も2号機から3号機とですね、市が取り組まれるにあたって協力していきたいというふうに思ってますので、また市民の方のご理解を深めていく必要があるかなというふうには思ってます。地域が主体となって取り組まれている市民共同発電所プロジェクト、さまざまな再生可能エネルギーの取り組みが地域、企業、住民と共同で進められています。これまでは私たち当たり前のようにですね、電力会社からこう電気を送ってもらうだけだったんですけれども、こういうふうに自分たちでエネルギーを作るということに関わると省エネの意識にもつながっていきますよね。そうですね。中島さんね、こういった地域主導のエネルギーシフト、これからますます進んでいきますよね。はい。再生可能エネルギーを普及させていくことは、地球温暖化の防止につながるだけでなくて、地域経済の活性化にもつながるというようなメリットがございます。その地域経済が活性化するというのは具体的にはどういうふうなことなんですか？はい。現状ではですね、化石燃料の購入費として、今多額のエネルギー費用がですね、3000億円というふうになっておりますが、このぐらいのお金が滋賀県から流出していると試算されております。かなりの額ですよね。でそれを今後はですね、右の方になりますが、もちろん省エネを進めていくとともにですね、地域の中でエネルギーを作り出していって、で、それで、売ったお金をですね、地域商品券という形、先ほどの VTR にもありましたような形で、できるだけ地域内でお金を循環させていくと、そうすることで地域から出ていくお金をできるだけ、少なくしていくと。このことが地域経済の活性化や雇用の創出にもつながっていくということになります。電気をだから売ったお金で地域商品券を発行して地元のお店で使ってもらう、ということなんですね。で
もすべての地域でこの太陽光発電ができるわけではないと思うんですが、中島さんいかがですか。そうですね、冒頭申し上げましたように、太陽光のほかにですね、小水力とか、あるいは木質のバイオマスといった、それぞれの地域に合った再生可能エネルギーとか、あるいはエネルギーシフトのあり方というものがあると思います。取り組みはもう始まっていますか。はい、例えば高島市にあります市民エネルギー高島という団体が取り組みを進めております。で、小水力利用プロジェクトとしてですね、百瀬川という川で小水力発電の実現に向けてですね、流量調査などが行われています。で、またバイオマス利用プロジェクトとしてですね、枯れ枝で、枯れ枝を燃やして、暖を取ったりお湯を沸かしたり煮炊きができる、ロケットストーブコンロというものがあるんですが、その普及活動に取り組んでおられます。で、このロケットストーブはですね、オイル缶などを使って、誰もが簡単に作れてですね、万が一の災害時においても役に立つというようなものでございます。なるほど。自分たちのこう身近にあるその自然エネルギーをこう生かして、自分たちが使うエネルギーは自分たちで作ってみよう、こういった意識というのは非常に大事になってきますよね。そうですね、必ずしも、大規模なものでなくても、その地域における、小規模なものであってもですね、例えばその地域にある街路灯に電力を供給するとか、そうすることで、地域の活性化につながったり、あるいはエネルギー自立につながったりというような取り組みになります。そうですね、考えてみますと滋賀県にはそういった再生可能エネルギーの資源というのはね、本当に身近にたくさんあるんでしょうからね、一度皆さんもどういったものがエネルギーになるのかというのをちょっと考えてみられてもいいかもしれませんよね。そうですね、再生可能エネルギーを普及させていくメリットを、まとめますと、一つは地球温暖化の防止、で、二つは地域経済の活性化で、3つ目に災害時におけるエネルギーの確保といった、それぞれ環境、経済、社会といった、3つの側面から、メリットがあると。つまりエネルギー作りは地域作りにつながるということになります。本当に再生可能エネルギーというのはいろいろな役割を持っているということになるわけですね。そうですね。さあ、そして滋賀県では、今年3月に滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プランを策定し、再生可能エネルギーの導入を促進しようとしています。地域主導による地産地消型、自立分散型のエネルギー社会を作っていくということを基本理念として、2030年時点での導入目標も設定しております。関心のある方は県庁の地域エネルギー振興室までお問い合わせください。また県のホームページにもこのプランは掲載しております。ぜひ皆さん関心を持っていただきたいですよね。私たちが住む日本というのはエネルギー自給率がたったの 4% しかない、でも太陽や風、それから川、水ですね、それから森林といった再生可能エネルギーの資源というのは豊富にあります。ぜひ、未来の子どもたちのためにも新しいこのエネルギーのスタイル、一歩でも二歩でも進めていきたいものですね。はい、中島さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今年最後の滋賀の風ふわり、今日は22日に開通します蒲生スマートインターチェンジからのプチドライブをご紹介します。今月の22日、名神高速道路の竜王インターチェンジと八日市インターチェンジの間に蒲生スマートインターチェンジが開通します。滋賀の風ふわり、今回はこの蒲生スマートインターチェンジを起点に近江の歴史に触れながらのミニドライブを楽しみます。蒲生スマートインターチェンジ周辺は古くはやけどに効くガマが自生していたところから蒲生野と呼ばれ、万葉の時代には宮廷の薬草園が置かれたところです。蒲生野といえば額田の大君と大天の王子の総門下で有名な場所ですよね。赤根刺す紫の雪締めの雪、野森は水や君が袖振る、赤根刺す。というわけで、まずはこちら蒲生の古代スポット、蒲生スマートインターチェンジのすぐ近くにある
赤根古墳公園です。さてこちらの古墳はどういう古墳なんですか？はい、ここ今現在、2つが整備されているんですけども、うん、私たちの後ろこちらの方が円墳の久保田山古墳と言いまして、後ろの向こうの古墳が雨乞い山古墳と言います。で、この2つを合わせて赤根古墳公園として、地域の人に、親しみを持って、利用されています。なるほど、広々としてすごく気持ちがいいですよね。そうですね。さて古代から時は大きく流れて明治時代のお話です。明治28年旧蒲生町の堀井新次郎という人が日本初の投射板印刷を発明しました。投射板とは現在のコピー機が普及する前に使われていた印刷機のこと。老原紙という特殊な原紙に鉄筆で傷をつけ、その部分からインクが染み出し下の紙に移るという仕組みです。鉄筆が老原紙をガリガリと削るところからガリ板印刷とも呼ばれていました。ではお正月も近いということでこの投射板を使って年賀状を作りたいと思います。ガリガリガリって音がするぐらいの強さで、こんな感じ。そうです。ではどうでしょうか。あー、綺麗に印刷できました。どうでしょう、可愛くできたでしょうか。手書きの感じがそのまま映っていて味がありますよね。さて万葉明治ときて時代は再び遡ります。次は蒲生つながりで蒲生野から蒲生市の城下町日野城へとやってきました。日野の町は蒲生市によって作られた城下町ですが、江戸時代にはお椀や薬を商う近江商人の町として発展していきます。古い商家や民家が続く通りにおしゃれな和菓子屋さんを見つけました。こちらのお店にはこの辺りの地域の伝統のお菓子があるというふうに聞いてるんですけれども、はい、どのお菓子ですか？多分この伊賀饅頭。伊賀饅頭、はい、はい、元々発祥といたしましては、関東の埼玉の方と聞いております、はい、それが近江商人が商業を行うために関東に出向いてこれを持ち帰った、そして滋賀県日野町の、郷土菓子になったと伝えられてます。うん、もちもちしていて美味しいですね。あっさりとしています。なんだかほっこりしておばあちゃん家に来た気分になりました。今回はもうすぐ開通する蒲生スマートインターチェンジを起点に万葉の里蒲生野から蒲生市の城下町日野町へとミニドライブを楽しみました。さて滋賀の風ふわり、次回はどこの空へ運んでくれるのでしょうか。うん、なんかおまんじゅう一つにもこう歴史を感じる、なかなか奥深い旅です ね、はい、そうですね。私はあのガリ版が懐かしいというと年がバレそうですが、うん、中倉ちゃんは？私はあの古墳が好きなので、うん、滋賀の自然の中に存在感を増した古墳があって景観も美しくて行ってみたいなと思いました。古墳ガールですか？はい、そうですね。はい、さて来年の放送になりますね、はい、次回はね、1月18日からスタートいたします。はい、また来年もぜひご覧ください。それでは今日この辺で失礼いたします。